こちらアメリカのサンターニタ競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。エルムハースト、これはいいスタートを切りました。綺麗なスタートを切りました。アロージャスミン、前に行きそうです。エルムハースト、それに続いています。さらにはライトザヒューズ、3番サイレントクレア、その後ろラッキーポート、後方に控えました。それでは先頭からライトザヒューズ先手を取りました。その隣にアロージャスミン、並んで12番ビーマイスカーレット。この辺りで各馬第3コーナーのカーブに入ります。カワチシュール、早くも先頭。ナックルアカデミー、ほとんど差がありません。ホットキャスター3番手。さあカワチシュール、このまま逃げ切れるかどうか。最終コーナーをカーブして直線コースに入りました。カワチシュール先頭、1馬身から2馬身のリード、あと 200m。 カワチシュール先頭だ。残り 100m、 エルムハースト抜けた。2番手はカワチシュール、エルムハーストゴールイン。エルムハースト1着、2着は微妙です。エルムハースト、ここは負けられない。本番に向けて順調なスタートです。こちらカナダのウッドバイン競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。ダンディクラブ、これはいいスタートを切りました。綺麗なスタートを切りました。ダッシュよくダンディクラブ行きました。続いて前へ行くのはカワチイメージ、さらにはトールアルデル、4番アフターソネット、その後ろ。それでは先頭からダンディクラブ先手を取りました。その隣にマイポジティブ、その横にトールアルデル、その外にシェルトーク、アフターソネット、そのうちに続いています。さあ先頭は依然として3番ダンディクラブ、グランプリペンダント、ほとんど差がありません。トールアルデル3番手、カワチイメージ E1。果たして先頭を捉えるか。最終コーナーをカーブして直線コースに入りました。ダンディクラブ先頭、差はほとんどありません。2番手はダンディクラブ、ダンディクラブ差し返すか。あと 200m、 先頭はトールアルデル、トールアルデル先頭、ダンディクラブ追いすがります。先頭はトールアルデル1着でゴールイン。トールアルデル1着、2着にはどうやらパーシャンスコープ、勝ったのはトールアルデル、見事な勝利です。4コーナーをカーブして、さあこれからです。ここで先頭変わりました。先頭はペイエムブリザード、オートリーパサー先頭。残り 100m、 オートリーパサー厳しいか。ファビュラスラフイン一気に、ペイエムブリザード、ファビュラスラフイン、ファビュラスラフイン1着、2着は微妙です。見事に勝ちました、ファビュラスラフイン。
4コーナーをカーブして、さあこれからです。先頭はヤマニンパラダイス、ヤマニンパラダイス先頭、2番手はライデンリーダー、先頭を捉えるか。リバーガール、まだ後ろ、懸命に前を追っています。ヤマニンパラダイス先頭、ヤマニンパラダイス先頭、ライデンリーダー追いすがります。ヤマニンパラダイス、ヤマニンパラダイス1着、2着にはどうやらライデンリーダー、見事に勝ちました。ヤマニンパラダイス、リバーガール完敗です。着外に沈みました。京都競馬場、三歳牝馬による最後の大レース、夏を経てその再起に磨きをかけた乙女たちが集いました。 G1 秋華賞、いよいよ発走です。さあ最後は大外枠のフラワーアルデル、ゲートに入って体勢が整いました。スタートしました。横一線綺麗なスタートを切りました。まずは先行争い、栄進三三前に行きそうです。ユーキアヘッド、それに続いています。さらにはノーブルキャスター、8番桜キャンドル、その後ろワンダーパフューム、後方に控えました。もう一度先頭から。この辺りで各馬第一コーナーのカーブに入ります。一番人気のダンスパートナー、現在先団に取り付いています。桜キャンドル、前走に続いてここも連勝なるでしょうか。では前の方から見てみましょう。先手を取ったのはウィルビーコスモス、11番ダンスパートナー、2番手を追走しています。その外から栄進三三、並んで10番ノーブルキャスター、ピンクの帽子プレミアムリーフ、その後ろ内からは桜キャンドル、並んで9番サンシャインケリー、その外に東海ゲート。 1000m を通過、ここまでほぼ平均ペース、展開への影響はなさそうです。先頭から最後方までおよそ8馬身、各馬一塊です。この辺りで各馬第3コーナーに入ります。さあ先頭は依然として7番ウィルビーコスモス、栄進三三ほとんど差がありません。さあダンスパートナー、前を捉えるか。後続も追い上げていきます。
さあ先頭はダンスパートナーウィルビーコスモス、その後ろ、その外からはレーシンサンサン、4コーナーをカーブして、さあこれからです。先頭はダンスパートナー、あと 200m、 一気に後続がやってきた。桜キャンドル手応えは十分だ。桜キャンドル差し切った。2番手はダンスパートナー、桜キャンドル1着、桜キャンドル1着、2着はダンスパートナー鞍上、お見事。 G1 の大舞台で手綱が冴え渡りました。勝ったのは桜キャンドル。